青く広がる空に浮かぶ島。空の住人たちは鳥と共に平和に暮らしていた。ある日、ゼルダは巨大な竜巻に遭遇し、雲の下へと吸い込まれてしまう。不思議な存在に導かれたリンクは、剣を携え、伝説とされてきた大地へとゼルダを探す旅に出る。大地へと抜けることができる場所までは大きな鳥に乗って移動。分厚い雲を抜けると未知なる世界がリンクを待ち受けている。立ちはだかる敵には剣や盾で応戦。 D リモコンプラスがきめ細やかな動きを感知するので、リンクの持つ剣の動きは思うがまま。ガードと切る方向を使いこなし、敵を攻略していく。リンクはどんな地形でも自由に動き回ることができるので、道なき道を進んでいくことができる。アイテムの使い方は発想次第。一つのアイテムでもその使い方はいろいろ。それぞれのアイテムの持つ可能性を引き出すことで冒険を有利に進めることができる。旅の途中で見つかるお宝や虫取り網で捕まえられる虫たちはアイテムを強化する材料に。空の上に戻り装備を整えるのも冒険を進める上では大切なこと。冒険の途中には住民の相談に乗ってあげたり、ミニゲームが楽しめる場所など、さまざまなやり込み要素も。濃密ゼルダ来る。ゼルダの伝説スカイウォードソード。
このソフトをお楽しみいただくには、Wii リモコンプラス、または Wii モーションプラスを接続した Wii リモコンが必要です。